よし、これでいい。行こうぜ。なんで OB 連合に、いや OB 連合、あれ、え、長倉さんじゃないんだよな、長倉さんだけど、え、よう来たの、冴島さんか、俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやってん、兄さん、おかげでやっと出番ちゅうわけや、ってなんでここに、なんだけど、やるぞカズが、戦うの、どうして、仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえと、あ、え、仲間を呼ぶか、それやったら安心せ、久しぶりです、俺らにはそないな、みっともない真似はできん、みっともない真似はできん、助かるよ、みんなアントラみたいだといいんだけどな、この貫禄、貫禄、てか BGM が特別仕様すぎる、なかなか人を見る目あるやないか、おい一番、なんかこいつら普通と違うぞ、え、あ、でも分かってる、さすがは近江連合の、なんだこれって感じ、ようやくその実感がありますね、そこでも普通にこの出会い方したら敵か、眼帯のノリの良さげなあんた、なんや、昔登場界に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ、ふん、まさかあんたじゃねえよな、さあどうなんかの、もしあんたがそうだとしたら、それがなんで近江の本部にいるんだろうな、幹部はみんななんか登場界カムロちゃん去ったみたいな感じだったよね、力ずくで聞いてみーや、なんでここに、うわ、元登場会射程ガサラ直径真島組組長真島ゴロ、うわい、そないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか、真島の兄弟、冴島大河冴島組組長元登場会直径、アホぬかせ兄弟、何年この日を楽しみにしてきたと思うとんねん、どういうこと、久しぶりの喧嘩や、さっきから体がうついてしゃあないわ、てか兄さん若すぎるな、確かに、行くでー、真島ゴロ解禁、なんで戦わなきゃって思うけど、確かに、うわ、ちょっとアクションゲーム始まりそう、これコマンドのままだよな、ほんま楽しみや、兄さん、俺の番ね、オッケーオッケーオッケー、これでどうだ、そろそろいいか、待て待て、じゃあ準備したかった、ち、眼帯の男だけでも厄介なのに、これ下げて、これか、いやー、おい、まずい、生きてて、なんだそれ、その合体技、足立さんで決まれ、微妙に残る気もするけど、あ、よしよし、いったいった、91だったのか残り、おいおい、スジモンに登録されちゃったよ、真島さんと冴島さんテンション上がりますね、ちょっとお茶飲ませて、極道版ミュウツーの逆襲みたいな景色だった、いや別にコピーじゃないけど、リーチ強い、全然負ってないじゃんダメージ、刃物危ないな、刃物危ないかも、クソが、いい加減にさらせ、渡瀬さん、やべ、反応できるか、渡瀬、嫌な予感しかしね、誰？誰？なんだ？
ぱり生きとったか。帰ってきよったな。え、道島の竜が。嘘、そのサングラス何？嘘。あんたが見つけたのか、あの人。あの人は、何を言ってるんだ。そいつは臨時雇いの。え、仕事できすぎじゃない？出所したてでしょ。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねが美味しいとこ持っていけやる。あと、キリュウさんも若すぎじゃないか、流魚。なんか若返ってない、むしろ。よっしゃ、おかわりと行こうか。服装のせいか。まだまだ食い足りねえぞ、こら。位置的には誰だか知らんがなのか。うわー